40分だったおはよう、みほりん好き、ありがとう。寝れなかったバシェからもらったおはよう。これピケじゃないです。ケンタさん、お花ありがとうございます。ピケじゃないよ、けど特別なものです。こちらはやっほー、前髪巻こう。5時40分に起きて今ここにいるということで、30分ぐらいでこのこれを着て翔平さん、ハートありがとうございます。まつげ今日もバリ上がっとる。しゃ、前髪巻き直したい。ちょっとデコボコしちゃった。前髪を巻き直します。直樹さん、かわいい、ありがとうございます。全力何しに来たんですか。昨日はどこかで会いましたね。寝起きとは思え、本当ですか、ありがとうございます。今日はびっくりしました。なんか目覚ましの音が何回も聞こえるなと思ったら、ちょっともう5時40分になっててびっくりしました。間に合わないと思った。私準備に1時間ぐらい、なんか朝の行動が遅くてかかっちゃうんですけど、だからびっくりしました。だから今日は2倍の速度で動きましたね今日餅を詰められる人たちがいる。そうなんですよ。そう、昨日の夜なんかどこかで会ったんですよね。その前から知ってましたけどね。やればできる子、そう2倍の速さで今日はできました。どこかで、あ、やよちゃんの配信もいました昨日は。ちょっとだけ。ふうくん、ハートありがとう。とある格好、そうパシェからもらったパジャマでした。今日めっちゃ可愛い、ありがとうございます。目が痛い。自分で配信時間いつもより早くしたのに自分が寝坊するっていう事態を招きました。前髪が難しい。ヤヨちゃんの配信メンバー大集合。そうなんだ、知らんかった。あのなんか一瞬だけ行って、そうでから、今日、うわいた、今日もお忙しいの。今日は学校に行きます。ミホは花粉症ではありませんデザイズハートさん、ハートありがとうございます。そう、このパジャマサメさんなんですよ。しかもサメさんといえばあの方ですが、サメさんなんです。こちら実は最高じゃないですか。デザイズハートさん、ハートいっぱいありがとうございます。虫食べれないです。虫触るのも嫌です。見るのも嫌です。え、多分一番にお祝いできたのではないかと思うんですけど、パシェ、わかんない。一番がいっぱいいたみたい。かんちゃん、ハートありがとうございます。パシェにアイスを与え続けて、与え続けたいな、与え続けたいな。そう、実質磯貝さん、サメパジャマって書いてこう。これ多分かぶった方がサメ感もあるかもしれない。
でも髪の毛が邪魔なんですよ。したらほらなんか歯なのかな、サメの多分多分なんですけど、うん、入らん髪の毛が。似た光景昨日見た。え、何それ、どこで見たのかな。もらい泉かな、もらわれてるあら、先に白状して土曜日リンク配信で壇上の一番上に行ってしまったからなんか最近、あーもうやばいやばい、今日スタンドやばい、サメに食べられてます。最近なんか違う子の配信でここの壇上に上がる方が1位を取ってることがありますね。そういう事態がありますね。どういうことですかね、どういうことですかね、そういう事態が起きてますけど、どういうことですかね。ネテルさん、ハートありがとうございます。オオカミさん、だるまありがとうございます。ちなみにこれサメですよ。虫食べた後、川又さんがミホリに近づいてくれなくなった。だって虫食べた子だもん、やだもん、やだもんミリさんはコーラ買うお金ない、コーラ買うなシャークシャークシャークです。どちらかといえばでも恐竜感もあるけどねみんな食べますよ虫食べた子めっちゃ買いに惚れた、ありがとうございます。でも髪の毛をいつもこれ、こういう時ってどうしたらいいか分かりません、髪の毛を。いつもミホサメなら本望なんですかそうなんだ。大地さん、お花ありがとうございます。ミホリンとパセリちゃんできてますYouTube にミホリン出てて、あのあれですね、キモかわいい点のチュビッってだけですよね、逃げてるやつそう、パシちゃんとできてますパシはモテモテですね、間違いない。もうちょっとサメ写したいな。このボタンもね可愛いんですけど、髪の毛のせいで写らないんですけど、ほら紫のボタンがついてるやつです。ナンさん、ハートありがとう。大地さん、ハートありがとう。今の言葉、やり直しがいなければ。お、髪の毛マジしまう、なくなった髪の毛、髪の毛なくなったこれもこれでやばい、髪の毛なくなった。ランさん、ハートありがとうございますサメ、母ちゃんがかわいい、ありがとうございます。海賊たっくん、かわいい、ありがとうございます。横からどういう状態。エミちゃん、かわいい、ありがとうございます。オオカミさん、かわいい、ありがとうございます。トムさん、かわいい、ありがとうございます。これ髪しまったらめっちゃかわいいがもらえた、髪しまっとくか
ふうくんさん似合う、ありがとうございます、イエイ。朝6時からね、こんなことをやっている田中さん、これ広げた方が可愛い、こうやってプーってした。デザインズハートさん可愛い、ありがとう。翔平さん可愛い、ありがとう。しまわなくても可愛い、ありがとうございます。トムさんハートありがとうございます。あったかいです、めっちゃ。しかも私まだメディキュット履いてるんですけど、熱くなりそうですね、足は。これ下は長ズボンなんですけど、こちらあったかいです、めっちゃモコモコ。たたた、デサイズアートさんバラありがとう。サメポーズをスクショしようとすると画面を消してしまう間違えて電源を切っちゃうということ。サメ、そう、今朝は暖かい、確かに朝起きた時寒くなかったから、それもあると思うし。やばい、でも今日声がなんか鼻声かもしれない、もしかしたら。ちょっとわかんないけど、いつもメディキュット履いてます。そんなアイドルなる前は履いてなかったけどねうん、僕は赤のジャージなの、いいね。なんかなんでだろう、思い出す。アヒージョ隊なんなんだろうね、あれはなんなんでしょうか。なんかミホリ推しの方の仲いい人た方たちって思ってたけど、昨日ミリアちゃんのとこで見たからわかんない。今日は20度超えるの、やば。これ暑いね。じゃあもうそろそろちょびっと暑いもん、腕まくりした。モライズミさんも鼻声でしたか。あ、そうなんだ。そうなの。サメになったとかワンちゃんが怖く、確かにワンちゃん会いたい。昨日パパが犬たちのなんかお庭で遊んでる動画とか送ってきた。キャワかった、キャワかった。足首が細すぎて気絶。私？嘘。ありがとう。そんなことないよ。あ、いい感じ、サメに食べられてる。コーヒー飲んだらちょっと熱く、あ、ホットコーヒーはあったかくなるよね。ちょっとなんか熱くなるよ多分。アヒージョ隊なんでしょうね。なんかいましたね、ミリアちゃんのとこに。ワンちゃん飼いたい、それな、ワンちゃんこっちの家でも飼いたいのに、こっちの家多分ダメなんよね。むむむ。僕を他の3人のところで見かけてもそっとしておいて。まあみんななんかいろんなとこで見かけるけど、そっとしてるけどね、知ってるけどそっとしてるけどね。パジャマのフード何に使うんでしょうね、これ本来は。あれかな、寝癖をつかないように髪の毛しまって寝るためかな、どうなんやろ。え、犬に囲まれて寝てるのいいな。ワンちゃんと一緒に寝たい、あったかいし。でも私のワンちゃんはすぐお家に帰っちゃうので全然一緒に寝てくれなかったですけどね。ショールームで巡回、いや、なんか私はこっちは巡回してるつもりないのに、他のメンバーが可愛いから見てるだけなのに、なんかコメント欄で見たことある方がいるんですよね。不思議ですね、なんでですかね。泳がされてる面白い。まだ眠い、そうだね。私もなんか目覚まし時計が4回ぐらい聞こえて、僕らの春夏秋冬なんですけど、ずっとチュルルルンって、
チュルルルンって流れてて、はっってなりました。5時40分だなって、私の今日の配信6時開始だったのにと思って、6時10分から開始しました。開始しました今日は。いやね、なんかそう、他の子の配信可愛いから見てるだけなのに、なんか知ってる方がいて、なんでだろうって思うんですね。なんでだろうね。ふんふん、みほりリコチルーム、いやバレてるけど、リコチルーム、いやなんかいろんな人のとこでコメントするのも申し訳ないから黙って見てます。結構最近はパシェのとことかはちょっとコメントしちゃうけど、結構黙って見てることが多いですね配信は。髪の毛、おはよう、元気です、元気元気。そうだからゆりなのとことかりねちゃんのとことかも昨日は見てました。そうおはよう、今日も笑顔で元気です、元気元気。あ、みちゅさんがね、昨日めっちゃ配信終わり際にご飯行こうって言ってくれてましたよね。めっちゃ終わり際だったよね、嬉しかった。そうご飯ね食べ行きたいって言ってるんですよ。だから、あ、そうだ、え、待って、みちさん東京いつから行くんだろう、忙しいよね、全然行けないよね、やばい、でも東京行く前に行きたいのに、いつから行くんだろう聞こう聞こう、うん、一期生の方のとこは、でも一期生さんはやっぱりめっちゃコメントが早いから、そんなわかんないけど、全然そうそう、パシェのところ大体みほり50位前後だって。確かに素で普通に星投げしてるから多分いる、普通にパシェとかみちゅさんとかさらはさんとかは素で普通に星を集めてきて投げてるからね。あら、今度アンピーにも挨拶を、ピーって言ったらいいと思う、挨拶。おはみほり、おはよう、いらっしゃい素で星投げしてる、そう、もう普通にファンだからね。なんかお腹空いてるわけじゃないけど、アイス食べたいな。東京たまに行くんですか、いいな今日はレッスン、そうレッスンがあります、楽しみます。 Q さんの配信一緒に、あ、Q さんの配信も結構時々見てます、黙って黙って見てるてかみんなの、みんなフォローしてるから、私が時間が合う時は見てるんですよね、結構。だからだってYouTube 見すぎてもう見るものがなくなってきちゃって、ショールーム見ようってなるので、そう、あ、ふうくん、アイスありがとうございます、気持ちだけ食べます、ひひひ。パシャレッスン前にお誕生日ケーキサプライズ、などうしよう、どうしよう。そう、キューのさんのとこもいるし、みんなフォローしてる。画面にギャンカワの女子が映ってますか、私ですか、もしかして私ですか、はっ、 ありがとうございます。通知はすごいですね、結構なんか、でも私いつも通知オフにしてるんで、あのカチャって、あの横のところ、なので音は鳴らないんですけど、そうそう、ナンさんもアイスありがとうございます。推しメンの配信も YouTube も見終わったら怖いメンバーのショールーム見ちゃう、そうそうだよね、私もそれだよ、だから一緒だね、みんなと。そう、サメ、髪の毛、
デシャザートさん、バラありがとうございます。ヨシさん、あ、間違えたギフトじゃない、間違えた。似合ってる、ありがとう。ピーもキューもルームフォロー。お、じゃあパもよろしく。パ、パシェ、パシェ今日20、え、パシェ今日何歳になった、23かな、23歳になったパシェちゃん、今日お祝いしてあげてください。皆さん夜配信行こう。夜配信多分私が配信できない時間なので行こう。トモさん尊いありがとうございますね。23歳だね。23歳になってやるから行かないとね。若い、そうだね、確かに私のお姉ちゃんと同い年。パシーちゃん、パシリちゃんお誕生日おめでとう、イエーイ。この配信何時まででしようかな。どうしようかな、決めてないです。特に今日は朝はそんなにめっちゃ忙しいわけじゃない。目がなんか痛いな、前髪が。みゆきさん、くまさん、あ、これ熊タワーだ、本当だ、ありがとうございます。ボード忘れちゃった、ボードを忘れたぞ。田中さんどうしよう、アヒージョタワーありがとうございます。どうしよう、ボード取ってこようかな。でも今日はつなぎ役のオムラコがいないのだが、取ってこようかな。つなぎ役の村子はいないけど、シュ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 、あ、上着かけてる、上着が映っちゃう。どうしようかな、オムさん寝てるんですよ。だからだからどうしようかな、壁でつなぎます。朝の準備してた、だってなんだって、壁大丈夫かな、壁ちゃんと、壁か、壁ちゃん壁つなぎお願いします。はい、壁さんをします、ありがとうございます。もう帰ってきました。やっほー、壁ここも壁というか、え、翔平さんもありがとうございます。みんなどこかで会ったからかな、昨日だからですかね。なんかミリ沼にはまって、もうミリアちゃんの予言通りじゃん、みんな。うん、めっちゃかわいいがある、ありがとうございます。ドットクマタワーなんだ、メッカワタワーなのこれも。え、すごいびっくりした今。ありがとうございます。私は嬉しいです、嬉しいです嬉しいですが、これもミリの指示ですね。ありがとうございます。メッカワタワーすごい、わーい。
嬉しいけど、嬉しいけど、あ、オムラッコはどこに、あ、こっちにいるんですね。謝罪タワーやば。まあね、メンバー直接会うとみんな可愛いもんね、輝いて見えるから仕方ないですね、釣られてしまったのは。みんなミリの虜になっちゃって、ミリがバスの中で、今日私自分のオタク少ないからみんなのオタクもらい済みしちゃうぞみたいな言う、ちょっと、もらい済みさんでした、本当にもらい済みさんでした。翔平さんとみゆきさんとトムさんですね、ありがとうございます。そう、もうね手遅れでした。皆さん、名前だけ先に書こった。もらい済みね、もらい済みされてます、皆さん、もらい済みされています、皆さん。もらい済みさん、ありがとうございます、皆さん。あ、もう枠がない、書かないと。じゃ次オレンジで枠書くかな。ポッ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 、いやもうみんなもうね、あのいいですよ、あのバレてるから大丈夫だよ。ほっ、よし、もらい済みたわ。もらい済みさんは多分今頃多分爆睡してると思いますけども、そう、今タワー建てると DD タワーと言われるのか、面白い。うん、金欠なんだミリタン、そうなんだ、なんでネギ持ってたんだ昨日。なんかミリアちゃんが昨日の夜配信でネギ持ってました。みんなどういうこと、風邪ひいたのかな、どういうことなのと思って。ネギショって、ネギショって、なんでネギ持ってんのあの子は、どうしたの、どうしたの、なんかネギを持ってました、手に普通の長ネギを、最後の食料なの、鍋するリコチの、あ、昨日ミリの配信ちょっと見たんだ、ちょっと見て寝落ちしたんだ、あ、そうなんだね、そう、長ネギ持ってこうやってなんか言ってた、ま、もらい済みやけんとか言ってた。今泉ミリアです。今泉ミリアです。では今からタワーのお礼を書きたいと思います。今泉ミリアです。え、待って、せいちゃん花ありがとう。花束ありがとう。あ、花タワーなの、え、なんか2回来てるけど、2回来てるけど。今泉ミリアです。もらい済みやけん。あまぐりくりちゃん、バラありがとうございます。なるほど、これで、あ、2個分でになってるのか、すごい、
ありがとうございます。あ、これじゃない、ピンクで囲むか。じゃあ、そう、今泉ミリアです、今泉ミリアです、よろしくお願いします。ネギ、ネギしょっとるけん何を言ってるかわかんない。ネギタワーとは、やば、みんな朝からありがとう、ありが、もらい済みやけん、ありがとう、ありがたわです。ゆりなが見ないこと、まあ、ゆりなは確実に寝てるけど、まあまあまあ。例えばせいちゃんのことをパシェがめっちゃ可愛いって言ってた。よいしょすごい、私が誕生日かなってくらい今日4個タワー立ってる。もしかして、ありがとうございます。もらい済みやけん、ありがとうございます。かんちゃん、花束ありがとうございます。もやし生活隊の皆さんだって、そうなんだね、みんなもうそうなっちゃったんだね。うんうんうん、ウケる。お辞儀ありがとうございます。ビヨンビヨン、お辞儀。そう、パシちゃん、パシちゃんがめっちゃ言ってた、めっちゃずっと言ってた、気持ち可愛すぎって言ってた。というわけで4人書きたいと思います。囲んだので、うん、もらえずみをもらえずみしてる。確かに今泉ミリアです。汗テサイズアートさん、花束ありがとうございます。ツッツッツー、ありがたわーです、ありがたわーです。汗ネギ100本もらえたら、え、ネギ好き。私なんかお鍋とかでもしゃぶしゃぶとかでもネギめっちゃ食べる、美味しい。えバカにしてないですよ。え、でも私めっちゃミリアちゃんのモノマネが一番得意な気がする。なんか声が似せられるかもしれない。ミリアちゃん配信、ミリアちゃん配信ね、皆さんを見かけて汗です、汗朝からうるさい自分、もう声うまい、ありがとう。ほんと、あ、日付入れないと。わあ、待って、なんか可愛い。待って、今画面を久々に見たっていうか、見たら可愛いがいっぱい飛んでるけど、なんさん、なな、ありがとう。ミリアちゃんのモノマネ似てるでしょ。びっくりした、今画面見、びっくりした。頭食べられてます。サメのパジャマを着ています。え、かわいいがいっぱい、なんさん、ありがとう。わーわー、ありがとう。2020、やばい、11月15が入んない、下に入れよう。今日11月15で合ってるよね。あ、16じゃん、危な。5って6にできるよね。うん、昨日15じゃん。パシェの誕生日16じゃん。なんで間違えるのさ。よし。
可愛いタワーなの、ありがとうございます。ナンさんもいろんなとこで見かけるけど、うん、汗汗って感じですよね。汗汗ありがとうです。11月16日。汗汗わかんない。私さ、 YouTuber さんで汗汗って使ってる人いるからその人かと思ってたけど、どうなんだろう。今なら言える、大好き。あ、見えました、ありがとうございます。パセの誕生日が16日っていうことは分かってるのに、なんで今日15日と思ったのか。トゥトゥトゥ、ありがたわ。え、待って、私誕生日じゃないのに私にタワーがめっちゃ立ってるけど、いいんですか皆さん。ありがとうございます。くまみ書いて、どこに書こう。お顔見に来た、ヤッホーヤッホー。昨日は会いましたね。昨日も安定の場所で。すごい、ありがとうございます。1,2,3,4,5,5個、あと4,3,4書きます。ショールームメインページの一番人気、あ、ありがとうございます。汗汗です。ちょっと暑い、これちょっとフードでもサメ感があるからかぶっときたいけど。どうしようかな。2020 11 16。ケイティさん音符いっぱいありがとうございます。え、めっちゃ音符が来てる、びっくりびっくり。ありがとうございます。めっちゃ書くやん、めっちゃ書くよ。え、一回読み上げた方がいいかな、一旦。え、でも一回全部書いた方がいいか。エミちゃんハートありがとうございます。シーって、シーなのこれ、シーなの。そう、なぜかパシェのお誕生日に私にタワーがいっぱい立っている。田中さん汗汗です。なぜですか。え、これも音符タワーとかじゃないですよね。汗汗汗汗なぜだ、なぜでしょうかね。なんでですかね。プープープー。
やばい、これインクが危ないかもしれない。よし。違う違う、あ、大丈夫大丈夫。そう、あ、オープンシークレットでタワーできるんですよねって狼さんがね言ってましたよね。これは違うのか本当に。サメフードね、あったかいけどすごい保温されて熱い感じですね。そしてそして最後ナンさん、囲みから囲う。ポー、汗汗、ミリタの友達が汗汗。あ、ミリタの友達のあれなの？なんか汗汗、なんか田中みかんさんっていう YouTuber さんがめっちゃ使ってて、それかと思ってた。めっちゃ山口健さん、田中みかんですっていう人なんですけど。そう、あなたはパシェちゃんのとこにも行ってください。可愛いので、可愛くて喜ばれます。ちゃっ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 ちゃ、おはようございます。やっほー、おはよう。僕はミリタンには釣られてない。お、ミリタンにはだもんね。ミリタンにはだもんね。あとナンさん、ありがとうです。北極にでも行くんですかね私。でも暑くてちょっと腕まくりしちゃってるんですけど、イエーイなんですけど。確かに今来た人タワーないのになんか書いてる。確かにそう見えるかもしれないんですけれど、見えないタワーが立っています。ありがタワーです。みんなこれさ、圧をかけるボードみたいになってるんですけど、よしできた。愛がこもってますね。確かに専門的には1万ケロ ×1 より1000ケロ ×10 の方が、ケロという単位は昨日配信をしたけど声が聞こえなかった可愛い子の単位だね。ではではでは、じゃあ一つずつお礼をしていきたいと思います。まずは翔平さん、翔平さんありがとうございます。ありがとうです、ありがとう。汗汗汗汗汗汗汗、もらいずみやけん、もらいずみやけん。汗汗、はい、ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。そして次はみゆきさん、くまさん、くまみも、くまみに見えないけどくまみも書きました。どうやって見せたいか、ほい、くま似てますか、ありがとう。くま、くまみ、ありがとう。あせあせ、もらい済みやけん。ここももらい済みらしいです。ありがとうです。初見さんいらっしゃい、あ
汗汗ですよ、汗汗、みんな汗汗。次、トムさん、ありがとう、ありがとうございます。本当はリンコにやられたのは秘密。ありがとうございます。汗汗、もらい済みやけん、汗汗。ありがとうございます。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。そして次、せいちゃん、ありがとうございます。そもそもあなたはここにいるのもちょっと危ないですよね。他のルームにおるの嫌や、ゆりな嫌や、ゆりなのルームにおること。ありがとう、おること、ゆりなのルームにおること。ということで、みんなそれぞれ違う圧を受けるのじわるんですけど、だってまだ次の方も違う圧を受けますよ。ナンさん、ありがとうございます。ナンさんは、なんかリンコー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 、あ、清掃キャラの吉崎リンコです。ありがとうです。汗汗ではなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。もらった事実はめっちゃ本当にありがたいことなので、ありがたく受け取らせてもらうのですが、はい。え、確かに私意外とみほりにタワー初めて、ありがとうございます。それはめっちゃ本当にありがとうございます。ビヨンビヨン、おじ、ありがとうございます。土曜日配信のコメント、え、見てない、わかんない。土曜日はなんか人の配信見れてないけど、あんま、けどどうだろう、ニヤニヤ。リップを出します。6時59分だね、ありがとうございます。どうしようか、何時までしようかな。6時10分から始めたんですよ。だから1時間は絶対するんですよ今日は。なんですけど、朝あれかな、七並べとかしようかな、配信終わって。やけ6時ん7時10分までにしようかな、配信。どうしようかな。いつもは7時から配信してたから、7時に起きる方もいるかも、ね、最後の10分だけ見てくれる方。昨日はめっちゃ監視じゃないですよ。私が可愛い子を見たくてショールームを開いたのに、なんかたまたま見たことある人がコメントにいたので、たまたまみんなで会いましたね。どうも。どうもどうも。8時までどうしようかな。私がこの暑さ逃げ出しちゃうかもしれないので、この後はメールと七並べで会いましょうか。あとあれですね、ドライブでエールを送ります。そう、たまたまお餅詰め放題、そう。そう、なんか可愛い子の配信を見たくて他の子の配信に行ったら、なんかそう、たまたま見たことある人がなんかタワー立ててて、あ、と思って、そう、たまたま見たね、みんな、たまたま会ったね、みんな。
ぴょん。やっぱ昨日パシェの家にも初めて行って、パシェの家で自撮りしたっけ、それも送るねいきなりメールの話だけど送りますね。なんか聞いたことある、なんかね、なんかそう、なんかたまたま見かけたところでたまたま見た方がいた、そう、ガオーですよ、かぶりつきますよそう、たまたま見たんです、私もその子たちの配信をね、そうやっぱパトロールじゃないです、あのたまたま私がね癒されたいと思って可愛い子の配信を見ただけです。あ、ミポメール取った普通にめっちゃ嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ぜひじゃあ届くの待っててくださいサーヤン並みのパトロール、サーヤンもしてるんだね、じゃあサーヤンにも皆さんたまたま会うかもしれませんね、サーヤンと私にたまたまタイムリープしますか、汗タイムリープ、うん、どうでしょう、またタイムリープしたいですけどね、また12月とかにしたいですけど、ありますかね。昨日からミポメール取り始めた、お、ありがとうございます。メールの返事はハッシュタグ全部ひらがなのミポメールでお願いします。でメールに関係なくても何か見てほしいものあればハッシュタグ全部ひらがなの中身等々でお願いします。サメさん何かにかぶりついて、これもうすでに私かぶりつかられてるけどね、多分歯ですよね、サメのこれ、ほら食べられてる。広島コーパセリさん、かわいい、ありがとうございます。本人よりも汗汗、確かに言ってる、汗汗。サーヤのモノマネはむずい、できん、確かに難しい。かわいい、ありがとうございます。パシェとさやかりんとみほりんの3人の演技普段と違って感動、ありがとうございます。でも私はまだまだまだなと思うので頑張りたいと思いますいきなり真面目な話になっちゃったけど、頑張りたいと思います、まだまだなので。いつになったら飲み込まれる、確かにここのサメの口の中に入れられて止まってる時が。おはようございます、土下座、あ、おはよう、でも起きれないかもって言ってたもんね中身とうとうが意味深で怖いというミリアが、ミリアのコメントね、中身とうとうみんなふんふん、今日もこれ以上好きになっちゃわないように気をつけます。なっていいんですよ、別になっていいんですよこのサメちゃんなら食べられた、本当にニヤニヤウエストかぶりついたらすぐに折れそう、かぶりつきます。ケイティさん、馬ありがとうございます。お、ログインしてパシェのカードゲット、お、七並べかな、そうだ、ゲットできます、皆さんぜひ。サメパジャマあったかいです、今はもう特に暑いぐらいになっておりますので、この配信を終えたらちょっとあっちの部屋は涼しいので、あっちの部屋に逃げ込んで七並べをしようと思います。みほりんかわいい、ピーマイカーかわいい、ありがとう。ピーマイカー箱押しでどうぞ、皆さん四国も箱押しでどうぞ。カードはもらい済みなの、もらい済みした、みんなカード、パシリのカードもらい済みしましたか、ミリアです、皆さんしましたか おはようミホリ、ヤッホー、おはよう。あ、福岡は雨なの、マジか、私たちは
晴れかな、どうだろう。昨日と一昨日はめっちゃ晴れてたけど。ユニット箱推しは実質タウン推しとはなりません、それは。すいません。あ、ピンマイクはタウン推し。まあ。まあまあまあ。今日の予定は学校とレッスンですね。頑張ります。みよりおはよう、おはよう。土曜日に旅したメンバーが四国の推しのさんに、おー、ありがとうございます。嬉しい。パセリに500円、あれはなんでか入ってたかわかんないけど、あげます、とりあえず。とりあえずあげます。誕生日なので、もう甘やかして何でもあげます。学校偉い、ありがとう、嬉しい。嬉しい。おはよう、みほり。朝から可愛いみほりにキュンです。ありがとうございます。今日はサメです。今日は誕生日のパシェから私が誕生日プレゼントにもらったこのサメのパジャマです。ジェロさん、ハートありがとうございます。イェーイ。いやいや、朝から4000オーバーありがとうございます。というわけで、もう7時7分だ。ということは、ランキングを読んでいこうと思います、皆さん。メールとか送るので見てください。ピンマイカーに手紙、わかんない、送れるのかな。どうなんだろう、送れるかな、わかんないね。早いですね。なんか汗汗とかめっちゃ言ってたらもう時間が過ぎ去ってしまって、この時間になってしまったのですが、皆さんランキング読んでいきたいと思います。では22位のみほりん賞からいきます。22位はアスパラさん、ガオー。13位あんみつアット田中美穂お嬢様推しさん。12位自徳さん。11位ユナイテッドさん。10位タカさん。9位寝てるアットサメパジャマモコモコしてて可愛いさん、ありがおうです。8位カンちゃん。7位ケイティさん。6位大地さん。5位ショウヘイアットアヒージョさん、ありがたわです。おせおせ。4位トムアットアヒージョさん、みんなアヒージョありがとうございます、もらい済み。3位みゆきアットアヒージョさん、ありがとうです、もらい済み。汗汗。2位セイアットアヒージョさん、ここにおること、いやいや南のどこにおるとこよきや。そしてそして第1位はドゥルルルルドゥン、ナンさんアットミホも好きさん、あ、ミホも好きさん、ありがとうございます。ありがとうです。ミホも、みんなミホも好きで言ってください、お願いします。みんなミホもお願いします。ガオーですよ。ミホも好きじゃないともう多分このサメでこのままいきますので、皆さんも好きでいてください。というわけで今日もありがとうございました。今日16分ぐらいから7並べしようかなと思いますので、最後にじゃんけんしております。最初はグーじゃんけんチョキ、ありがとうございました。今日はパセの23歳の誕生日だよ、みんなよろしくね。というわけでこっちか、23歳、みんなパシェを一緒に祝いましょう。いい一日を過ごしましょう。というわけでまたねー。